はい。トラウデン直美が選挙番組でおじさんの詰め合わせと発言して炎上している件についてなんですけれども、これについて、トラウデン直美は最低だなって思いましたね。っていうのも、おじさんの詰め合わせって、おじさんのことを内心バカにしていないと出ない発言ですよね。 おじさんであることって悪いことなんですか男も女もみんな平等に年をとっておじさんの時期もおばさんの時期も経験しますみんなが通るおじさんをバカにしているようなニュアンスに私は聞こえました仮にこれが逆に男のコメンテーターがおばさんの詰め合わせ って発言したらどうなると思いますもっと炎上してますよねこれ気づかないうちに男と男をバカにしていいおじさんはバカにしていい生き物だっていうふうに考えている人たちがいると思いますトラウデン直美もその一部だと思ってます男女平等を進めるあまり 男性の権利を尊重していない女性が増えている気がします男と男と女は平等ですよおじさんもおばさんもで、トラウデン・ナオミは明らかにおじさんに対しての敬意を書いていますテレビ番組に出てコメンテーターとして発言するならどの世代にも寄り添った平等な発言をするべきだと思います トラウデン・ナオミは今すぐ謝罪しなさい。